バルカー島の戦い、バルカー島の戦い、またはバルカー湾の戦い、は、アメリカ独立戦争中の1776年10月11日から13日にかけて、ニューヨーク植民地の北部、シャンプレーン湖で行われた水上での戦いである。バルカー島、フランス語ではバルクール島は、シャンプレーン湖では4番目に大きい島であり、湖の中央部西寄りに位置する。水上戦は、 バルカー島とニューヨーク本土との間の水域で行われた。アメリカの海軍にとっては初めての水上戦として一般に見なされている。ベネディクト・アーノールドは指揮した大陸軍側の艦船は大半が破壊されたが、結果的にイギリス軍が目指した北部からサラトガ方面に進行する作戦を1年遅らせることになったので、大陸軍の戦略的勝利と考えることができる。 1775年秋から1776年末にかけて行われた大陸軍のカナダ侵攻作戦は大陸軍の失敗に終わりイギリス軍カナダ方面軍を指揮するガイ・カールトンは撤退する一方となった大陸軍に逆襲し6月にはモントリオールを取り戻していたモントリオールからシャンプレーン湖の北端は比較的近くであり この湖を押さえてさらに南のハドソンガー渓谷を下ればニューヨーク市を占拠しているイギリス軍との連絡が取れアメリカ植民地をニューイングランドとそれ以外の中南部植民地に分断できることになり植民地の反乱軍を圧倒できる可能性が明けると予測された湖の南端はクラウンポイントとタイコンデロガトリデで 大陸軍がしっかりと守っていたので、これを排除する必要があった。道路は通行不能であるか、存在しないも同然であったので、兵士や物資の輸送は湖水に頼らざるを得なかったが、この時点で湖上の終停は大陸軍に握られていた。このような情勢下で、両軍とも水上戦力を整えにかかった。イギリス軍は湖の北端からリシュリュ川を下った。 ケベックのサンジャンシュルリ主流で艦隊を建造した。イギリス軍はセントローレンス川を使って十分な物資や熟練した造船港、さらに部分的に組み立てられた船をイギリス本国から運んだ。180トンの軍艦まで分解して運びこで組み立て直した。大陸軍は湖の南端、スケンスボロで準備したが艦船の数もその火力もイギリス軍の半分程度であった。 ベネディクト・アーノルドの機関はもともと日本マストのスクーナーロイヤル・サベージでデイビッド・ホーリー船長が指揮していたがアーノルドはオール付きガレー船コングレスに機関を変えた他には日本マストのスクーナーリベンジとリバティスループ船のエンタープライズさらに8隻のゴンドラニューヘイブン、プロビデンス、ボストン、スピートファイア、フィラデルフィア、コネチカとジャージー ニューヨークとガレーセントランブルなどで、総計16隻であった。イギリス海軍の機関、インフレキシブルは、全長80フィートであった。スクーナーは、マリア、カールトン、ロイヤルコンバートの3隻、日本マストの決地船、サンダラー、他に大砲を1門ずつ搭載した1本マストの方、低20隻など、総計30隻であった。アーノルドは、 コネチカットで海上貿易を制御にしていた。アーノルドは抜け目なくコガンとバルカー島の間の狭く岩の多い水域で戦えば戦力的に劣る大陸軍でも戦えると踏んだ。イギリス軍はその火力を最大限に活かしにくいし、大陸軍は水上戦に慣れていなくともそれほど影響しないと見たからである。1776年10月11日の正午頃。 イギリス艦隊は、大陸軍艦隊と300ヤード離れて、戦列を組み、小さな砲艇を前に、その50ないし100ヤード後ろに、主力艦5隻を並べた。イギリス艦隊は潜伏に並べた大砲の火蓋を切った。これは、約5時間も続いた。このために、大陸軍のリベンジが多く被弾し、フィラデルフィアも被弾した挙句午後6時半に沈んだ。デイビッド・ホーリー船長が指揮する。 ロイヤルサベージは座礁したので、イギリス軍に捕獲されないよう乗組員が火を放った。コングレスとワシントンは大破し、ジャージーとニューヨークも損傷が大きかった。イギリス軍の被害も広がり始めた。カールトンは座礁したロイヤルサベージに乗り移ろうとしている時に被弾し、火が燃え移って撤退した。デュフェ注意の指揮する小さな法廷が大砲弾の直撃を受けて爆発し、 沈没した。他の法廷も多くが被弾し交代して、大陸軍からの距離を700ヤードにした。二隻の法廷は、損傷が激しかったので戦闘後に自沈させた。その日の日没時点では、大陸軍の分が悪かった。ほとんどの艦船が被害を受けるか沈んでおり、乗組員も約60名が死傷していた。イギリス軍の死傷者は約40名であった。アーノルドは、 イギリス軍に勝てないと考え、撤退を決めた。アーノルドは野印に紛れて、イギリス艦隊をやり過ごし、湖の南端にあるクラウンポイントに集結している陸軍の部隊との合流を試みた。あいにく天候が悪く、目的地まで行き着かない船が多かった。イギリス軍の指揮官カールトンは、大陸軍の船を追いかける途中、誤って小さな岩礁を砲撃してしまった。 その岩礁は後にカールドンの宝礁と名付けられた。10月12日、8マイル航行しただけで、プロビデンスはスカイラー島沖のバトンモールド湾の浅瀬に乗り上げたが、ここは重いギリス間も近寄れなかった。プロビデンスから大砲や火薬その他使えるものが取り外された。ジャージーも座礁し、リーの乗組員がプロビデンスと同じ処置を行った。10月13日、 イギリス艦隊は、スプリット岩礁沖で、ついに大陸軍に追いついて、ワシントンを捕獲し、逃げるコングレスを沈めた。アーノルドは200名の水夫を率いて船を離れ、徒歩でクラウンポイントにたどり着いた。最終的には、トランブル、エンタープライズ、リベンジ、ニューヨーク、リバティが帰還できた。アーノルドは残った船に火をつけさらに、タイコンデロガトリデまで撤退した。 大陸軍の損失は80名以上が死傷し、捕虜となったのは120名であり、その多くは負傷者だった。12日と13日のイギリス軍の被害はなかった。イギリス軍はシャンプレーン湖から大陸軍を一層指定会見を取ったが、アーノルドがタイコンデルガトリデに到着した10月20日にはすでに雪が降り始めた。カールトンはクラウンポイントと タイコンデルガトリでの攻撃を延期するしかなかった。カールドンは11月初めにカナダの冬季宿営所に戻った。翌年の1777年、準備を怠らなかった大陸軍はサラトガでイギリス軍の進攻を食い止め、ハドソンガー渓谷の支配を続けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。